日本九州地方福岡県福岡市博多区、川端川端とは、福岡県福岡市博多区の博多川上岸にある地名。福岡市地下鉄空港線中洲川端駅ができたため、川端一帯を漠然と指す地名となった。行政区名では、上川丹町と下川端町がある。冷泉公園の潜在記念日上川橋町は、国体道路と明治通りに挟まれた区画。 1966年の町名町会整理までは、上新川丹町、川口町、片戸井町、中戸井町、上戸井町、大城寺前町、下新川丹町、今熊町、鮭町であった。川端通商店街があり賑わう。商店やオフィスが多く、霊勢公園北側には専門学校もあり、公園の昼時はサラリーマンや学生が利用する姿が見られる。 下川端町は、明治通りと昭和通りに挟まれた区画。町名町会改編までは、川端町、下新川丹町、事屋町、係かり町、行町、片戸井町、下戸井町であった。かつて下川端町には、下川丹商店街、川端商店街、とぶ吹通商店街があり、昭和30年代から40年代には、 博多の商業の中心として繁栄した。福岡銀行、西日本総合銀行の本店も川端地区に存在した。1999年、下川端地区再開発事業によって博多リバレインが建設され、以前の面影はない。博多リバレイン敷地内の博多川沿いに、鏡、天馬宮がある。ありがとうございます。